甲殻類アレルギーカレットです。アレルギーでエビが多分なんかアレルギーが俺ないと思って生きてたの、ないと思って生きてたんだけど、なんか正月、2、3年ぐらい前の正月に実家で寿司を適当に食べてて、それまでエビ大丈夫だったんだけど、なんか喉が痒くなって唇がビリあのヒリヒリして、で俺アレルギーじゃないと思ってたからアレルギーの症状とか知らんくて、あーなるほどね、うん、でみんなにアレルギーじゃないって言われたけど、なんか俺アレルギーでいる自分が嫌で、うん、アレルギーじゃないと思って生きてたからね。アレルギーでいる自分が嫌、うん、そうだ、アレルギーなんだって思うのが嫌で、じゃ絶対違うからと思って、一人でかっぱ寿司かなんか行った時に昼に、うん、食べたら俺かっぱ寿司で救急車呼びそうになった。へえー、そんなにひどいの？いや、なんかひどいっていうか、なんか息できんくなって、へえー、あれと思って、でしかもなんかね、急にじゃなくて徐々になの、うん、徐々に息できんかって、俺最初は別にお茶とか飲んで、うん、ごまかしてたんだけど、あったかいお茶とか飲んで、うん、あっかん、これ息できんなと思って、うん、俺会計のボタン押してさあの、もしかしたら俺息できなくなるかもしれないから救急車その時呼んでくださいって言って、うん、めっちゃその働いた高校生ぐらいの女の子にドン引きされたわ、何言ってんだこいつみたいな。大丈夫だったの？その後全然大丈夫だった。あら、よかったね。結局何アレルギーだったの？甲殻類？多分エビ。あでも、あ、カニはチャレンジしてない。今度やんねえとな。そうなってからだともう嫌だよね。怖いよね。いや、怖い。で、それ俺花粉症もずっと花粉症じゃなくて、急に花粉症になったの。うん。まあ、花粉症は、ね、2年ぐらい前に。あの、蓄積して始まるっていうからね。そうで、花粉症のやつ、すごい生きるの大変そうだなと思って見てて。うん。よかった俺花粉症じゃなくてって思ってゲラゲラ笑いながら友達が鼻かみまくってるのとか見てたのに、うん、最初目が痒くなって、うん、あれって思ったけど、まあ俺は花粉症じゃないからって思って何のマスクもその予防せずに外出てもうどちゃくそ鼻水出て、うん、ボクティッシュ持ち歩く生活が始まった。